いいんですか。じゃあよろしくお願いします。失礼します。じゃあこれ中野さん、フィルムの巻き出しの方法も伝えてあげて。大体どっかロックを外して、適当大体これだとここですよね。でこれで36枚いっていきます。でこの状態で出すとさらにスムーズ。このぐらいちょっと出して、これで終わり。うわ、巻き切っちゃった、すみません。あ、まだちゃんとフィルムも扱っていただいてる。すごいですね。ボルダーあるやん。はい、中野と申します。嬉しいですよね、こんだけラインナップ。まだトライ X もあるんじゃないですか。マジで冗談です。でもリチウムいっぱいある。わあ、すごい、ありがとうございます。あ、すいません、このレンズください。このレンズください。 OM の51発。あ、先に寄ってればよかった。カビのがどんな感じですか。いきなり、いきなり先に寄ってればよかった。先に寄ってればよかった。撮り直します。いやいやこれが運命の出会いですね。カビが結構中に。いや、全然。あ、これね、掘り出し物が一気に2000円だよ。だってカビだけど早くくればよかった。すみません、これは先に買っちゃいますね。すごい悔しい。へ、悔しい。1時間経ちました、うん、鎌倉の駅前から、はい、東口本当15秒、桜屋さん。素晴らしい。1時間でだいたい、まだ1時間ぐらいで現像とプリントができるってことですよね。そう、だから中に現像機があるってことですよね。素晴らしい。今時なかなかないんじゃないですか、うん、ね。いや、嬉しいよね。桜屋さん、ありがたい。じゃあここで、でもあるあるなんだけど電費をなくすよね、はい、なくさへんよ。財布に入れときゃええだけよ。そうです。プリントしてもらいました。どれがいいか自分で決めて、せーので出して、店主さんにどっちがええか選んでもらう勝負ってことね。対決ね。どっちが江ノ電っぽい、いい写真か。江ノ電っぽい、江ノ電っぽいって言ったらちょっとおかしくないか、うん、はい、行きましょうか。まあいいか。はい、来たかな。フィルムケース何個でも持ち帰り OK って書いてあるよ。すごい。いや、でもまだフィルム置いてあるっていうのがすごいありがたいですね。いいね。じゃあ書き中1枚ずつで。まだちょっとあったかいもんね。できたってほやほやってこのことで。ちょっと失礼して。どっち。はい、中ちゃんね。はい、はい、よい、じゃ、よーい、よいしょ。おおおおおおお、あったかい、まだ、うん、やっぱ久しぶりにフィルムで撮ったから露出結構合わせていただきましたよね、多分ね。飛んだり、そうそう、絶対してる、ね、すごい調整していただいてるからありがたいですね。 OK だ、 OK だ。え、もう OK、うん、まだ1分経ってへん。あと10秒ぐらいで。中野さんと被ったら嫌やしな。そう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 。はい、行きます。じゃあ行きます。こっちカッキーで僕中野と言います。じゃあ行きます。指振っていただいてね。はい、せーの、どうでしょう。江ノ島、江ノ電っぽい。はい、ありがとうございます。そりゃそうですよね、店主。そりゃそう、情報、これ俺やないか。ありがとうございます。何が決め手でした。浮いてなんか資材になってるような感じで。あ、ウユニコみたいな、反面ドラマを感じますよね。ありがとうございます。ありがとうございました。嬉しかったです。また寄りますね。いやいや、ありがとうございます、ありがとうございます。いや、本当ね、1時間でこうやってプリントがまだできんねやなと思うのも驚き。主人公滝だから。いや、なんか、はい、プリント上がってくるとやっぱ楽しいね。楽しい、うん、久しぶりやね。36枚で出すのおすすめだよね。そうっすね、うん、24枚ちょっと物足りなくなっちゃうから、うん、え、何と悩んだ。
何と悩んだ。いや、そうですね、もうちょっとこの時期をフィルムに収めておけばよかったなとか思ったな、うんうん、ちょっと見せて。これどうなった、湯が。ちょっと俺のやつ広すぎて上に効果がちょっと少なかった。あ、なるほど、面白くないですね、うん、いや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 、ね、もうちょっと寄ればよかったんだけど、あの靴濡れちゃうじゃん今回カッキーしか撮るものいなかったけど、面白いんで一緒に行った人を撮るってね瞬間に押す楽しみっていうのもこれは iPhone とかではなかなか味わえないんじゃないかなってな、まあ、確かに思うね。中田さんの写真めっちゃかっこ悪かったわ。もっと雰囲気あるかと思ったけど。ほんと、え、俺の写真どうこれがやっぱ一番すごいターニングやったわなんで裸なの。悔しいな、これ一体絶対撮ると思ったんだけどな。いや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 、難しいよ。いやいや、海を見る喜びみたいなのが出たかな。そう、そう、テーマが壮大すぎる。そうか店主には刺さらなかったってだけで。そうそうそう、中野さんの写真の方がもちろんいいと思ってる方の方が、あ、めっちゃいい写真や。めっちゃいいよ。そういうことやな。そうそうそう、スナップとは。スナップね、これはいい、これはいいよね、うん、ドラマがある、うん、あのカッキーのポーズがいいよね。ドラマがある。やっぱこう久しぶりに撮ってるとスナップやっぱ難しくて楽しいな。楽しい、楽しいやっぱり、うん、自分の中で瞬間的に主題を見つけて、うんうん、効果的な絵になるように絞りやシャッター速度を考えて。面白いね。やっぱ面白いですよ。ハッキーのフィルムカメラについて皆さんに説明しましょう、はい、はい。これはペンタックスの MX ってカメラでした。僕はカメラのこと何も分かってない時にじいちゃんの形見としてもらったやつですね。高校時代からずっと使ってるやつね。実際さ、フィルムカメラをさ、今中古で若い子とかが映るんですよね、うん、はい、次に買おうと思ってる時に、何選んだらいいか分かんないよね。まあね、あ、すげえマニュアルじゃん、言うても。すげえマニュアル、うん、だからカキや、うん、俺もこの1個前のペンタックスの KM っていうやつ使ったんだけど、うんうん、すげえマニュアルだったからこそ写真にもっと興味持てたし、うん、楽しいから続いたんじゃないかなと思う、うんうん、まあ、当時ね、映るんですが主流だったから圧倒的に絵のね仕上がりも違うっていうところに気づけたのが大きいよ ね、 ね、マニュアルの一眼レフってね。まずピントがちゃんと、これがピントなんだって分かるカメラで、うん、中古カメラ屋で多分1万円、うん、下手すりゃいかへんかもしれないね。ね、だからそういうのから始めると本当に何もついてないこのくらいの古さの 3,40 年前のカメラから始めると、なんだろう、もっと分かりやすくて楽しくて、うん、まあレトロな外観で始められるのかな、うん、そうですね、うん、桜屋さんみたいにまたフィルム置いてこう売ってるお店があるっていうのも、うん、そういうカメラ屋さんが残ってるからね。そう、趣味としてすげえ36枚を大切に1日撮るってすげえいい趣味だね。でもなんつうかな、要は簡単に撮れないから面白いんだよ。まあ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 、そうっすよね。あとそう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 、それが楽しかったんじゃないかな、うん、例えば36枚のうち3枚でも2枚でもいい写真あったら成功なわけじゃん、うん、そういうのが楽しいんだと思うんだよね。そうっすね、それはあるでしょうね、うん、まあこのプリントしてもらうまで何が撮れてるかわからない、うん、ドキドキワクワク感っていうのは、そうね、写真機カキだか、はい、お散歩カメラ2連敗でしたね。散歩カメラね、いやー、もう中野さんやっぱスナップしてる量が違いますよ。いやいやいや、中野さん次回はスナップカメラを買いに行かんといかん毎日持ち歩くカメラは明日買いに行きましょう。お散歩カメラ、はい、江ノ電編、フィルムカメラ編でした、はい、今回はね。次回中野さんね、カメラ買いに行く回になりますね。カッキーの勝利です。ありがとうございます。お散歩カメラでした。ありがとうございました。へこむな。